はい、今回の動画は Windows11 でマウスポインターをキーボードの操作で動かす方法をご紹介します。 で現在はほとんどのマウスがですね充電式であったりだとかあと乾電池を使ったりとかするワイヤレス形式だと思うんですけどもでそういったねワイヤレスのマウスを使っていてですね、まあ、例えば充電が切れてしまったりだとか電池が切れてしまったりだとかして、まあ、突然ねマウスが使えなくなってしまってで例えば乾電池の、ね、予備があってそれをねすぐに入れ替えることができるんであればいいんですけどもそういった対処がすぐにできなくて困ったなといった場合に もちろんノートパソコンであればタッチパッドを使ってですね操作すればいいんですけどもデスクトップパソコンの場合はそういった、ね、タッチパッドもない、ね、ケースが多いと思いますのでそういった場合に Windows 11ではですねキーボードの点キーの操作だけでマウスポインターを動かすという機能があります。 それではね早速やってみたいと思うんですけども、まあ、マウスが、ね、使えないという、ね、状況を仮定してですねキーボードの操作だけでその設定をしてみたいと思いますんでまずは Windows キーを押したままアルファベットの i を押して設定の画面を開きます。はいで次にキーボードの下矢印キーですねこちらをですね押してもらってこのアクセシビリティというところにですねこの白いねこの四角を持っていってもらってこれで Enter キーを押します。 はい、次にキーボードのタブキーですねこれをちょっと何回か押してもらってこの「四角」というところにねまずは持っていってもらってこの状態で下矢印キーをまたね押してってねずっと下の方に下がっていってくださいでしばらく下の方に下がるとこの「操作」というところにこの「マウス」という項目がありますんでここでエンターキーを押します はい、そうするとこここですねこのマウスキー機能ということで点キーを使用してマウスポインターを移動するということで、まあ、今ねこれ通常ねオフになってますけどもここをねオンにしたい場合はスペースキーを押してください。 はい、そうするとこのマウスキー機能というのがですねオンの状態になってこの点キーのところですねここをね押すことによってですね、まあ、上に持っていったりだとかあとねこう下に持っていったりだとかあとねこの左右に動かしたりだとかすることもできますしあとはこの斜めのところですね数字で言うと7913のところを押すことによってですね斜めに動かすことができます。 であとこれ標準の状態だとこのポインターが動く速度が遅いという、ね、ケースがあると思いますのでその場合は今タブキーでですねこのマウスの速度というところに持っていってもらって今ねこちらは50になってますけども、まあ、右足印を押すことによってですねこの速度を変えることができますので、まあ、その下のですねこのマウスキーの加速設定もね含めてですね自分がね使いやすい設定にこちらでね書いてもらえればと思います。 はい、といったことで今回の動画では Windows 11のこのマウスキー機能の、ね、使い方を、ね、簡単にご紹介しましたけども特にワイヤレスのマウスが突然使えなくなってしまって困ったといったような、ね、万が一のケースに備えてですね、まあ、こういった機能があるよということも覚えておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。